これより第9試合スーパーウェルター級5分2ラウンドを行います。青コーナー183センチ、 80.4キログラム、ソーン・ケナー。中国カーフのチャンピオンが日本初上陸、ソン・ケナー。赤コーナー176センチ、80.9キログラム、キクター・サナエ。リビングレジェンドリアルワン剣山です。グラバカの総帥キクター・サナエ。ジャッジ和田、梅木、平、レフェリー豊永実。第9試合はスーパーウェルター級の一戦です。画面左中国ソン・ケナン、画面右日本キクター・サナエ。はい、第9試合スーパーウェルター級の一戦、試合が始まっています。スーッとケージのセンターを取ったのがキクター、そこをサークリングしていこうというのが中国のカンフーチャンピオンです、ソン・ケナン。右に右に回っていきます。キクターは一瞬たりともその視線を外しません。さあ、そしてこの戦い、ケージのサイドには本日リポーターで参加してくれていますブラックドラゴン鈴木拓さんがいます。おっと、近い距離で打ち合う、いきなり打ち合う、はい、さあ鈴木さん、はいはい、鈴木さんは格闘技をやられていてグラバカなんですよね、はい、お、ちょっと待ってください、試合がいきなりですね、尊敬のテイクダウン奪ってまいりました。サンダーは投げがあるんですよね、はい。まあ、タックル入っているのはキクターの方なんですけれども、それをいなしてそれで投げを打ってるんですよね。対応力見せましたね。そうですね。さあ、タクさんはどんな戦い、はい、どんな思いで今これご覧になってるんでしょうか。いや、もうドキドキしながらですね、やっぱりもうキクターさんにはもういつもお世話になってますんで、絶対に勝ってほしいんですよね。さあ、ここで組んでいくかどうする、ケージの際、そうですね、組投げの状態からですけれども、これ逆に気をつけないと後ろ取られてしまうので、足をかけていくんですが、腰が重いですね、はいはい、逆に下からこうアンダーフック、もろ差しの状態なので、オーダー投げるか。サンダーの選手はこの辺のこの辺の戦いになるとなかなか強いんですよね。傾いた状態から元に戻す力が強いですね、ソン・ケナン。日本ではほぼ無名と言っていいでしょう、このソン・ケナン。 MMA もこれが3戦目ということになります。これまでソン・ケナンは2戦2勝、まだ MMA で負けはありません。まあ、ただ鈴木さん、はい、これキクターは今回ですね、寝技で勝つと宣言しましたからね、はい、あんまり言わないですよね、それを。だから久しぶりにそういうこと言ったんで、あ、結構気合入ってるなと思ってるんですけど、そこまでどういう試合の作り方をしていくのか、ぜひそのあたりも注目していただきたいと思います。いや、倒れないですね、足を拾いましたね、拾いましたね、ここは取りました、取った、お、いった、いった、いった、大変になった、初めて上になりました、菊田さなえ。ガードがどれだけ硬いか、あのパスガードを刺す能力がどれが高いかっていうところちょっと見たいですね、ソン・ケナン選手の。まずはそうですね、ここはまず、まあ、パウンド、菊田はパウンドで相手の攻撃をさせないような状況にまず追い込む。気遣いが聞こえてきます。前腕で喉元にプレッシャーをかけるキクター。キクターはあれです。パウンドを打たずにそのままパスガードを引こうとしてですね。あくまでグラウンド勝負ですね。ああ、いや、山田さん、ソン・ケナンの対応能力というか、もうポテンシャル素晴らしいですね、この何分間でも。はい。はい。キクターも今、はい、フックガードから、ここからスペース空けて潜り、もしくはスイープ。腰を落としましたね、はい、これソン・ケナン選手が対応してるんですね、はい、ね、間に腰を挟み込んでいます、キクター。さらに左で首を一瞬抱える仕草を見せました。ここで腕を抱えます。抜きの状態からここからのスイープがキクター得意なんですよね。スイープ狙ってますね。そうですね、これですね、はい、立ち上がってきた。
さあここからもう一度テイクダウン、どちらが奪えるかというところ、あるいは離れてスタンドになるのか。思ったより、ね、思ったより倒れないですね。ワンが後ろについた。残り1分です。残り1分、何分だろうというところ、今回は鈴木拓さんとともにリポーターとして木の山優さんにも入っていただいています。木の山さん、はい、間近でものっけからね、この2人がバチバチなんですが、いかがですか迫力。もう迫力がすごくて、世界一の寝技ということでしっかり目に焼き付けておきたいと思います。ぜひぜひお願いします、はい、さあその寝技の体勢に入っていったんですが、ちょっともう時間が1本切っているという状況、うん、これソン・ケラン選手がですね、今あの片足だけ絡めて残り30秒、ラスト3セカンド、これであのバックを今取りに、ね、そうですね、シングルバックって言うんですが、1本だけそこから今対応変えましたね、体勢を変えて上のトップポジションを取るに変えましたね。ゲージの際です、つばぜり合い、攻め合い、まあ、残り10秒、そうですね、ここは強打を打たせないように、ボディーです、ボディーに打ってきたソン・ケラン、ラウンド2ラストラウンド、キックタスナイ対ソンケナン、最後の5分間です。キックタスナイ43歳、ソンケナン24歳、19歳差、早くも上になったのはソンケナンか。そうです、まあ、どちらかというと今はキクタが引き込んだ、ね、バックルを言って切られそうになったので、ということはこれソン・ケナンがどこまで付き合うのか、中に入っていくのか。そうですね、セコンドから激しい指示が飛んでいます。キタは体の間に足を入れ込んでいます。そうですね、フックガードで、まあ、ここからただ顔面にパウンドを落とされないようにしないといけないので、足潜って今足関節狙ってます、ね、はい、足を取る、足重々ですね。そうですね、これうまくかかとが取れればいいんですけれども、対応してきてますね。そうですね、こうやってロックされてしまうと厳しいんですけど、足重々の場合は逆に顔面狙われますんで。そうですね、ミスした後、はい、そうなんですね。あ、ここで話しました、はい、強打のパウンド、強打、1ラウンド終了間際にもありました。さらにボディ、このボディへのパウンドは非常に強烈です。5分2ラウンドで行われております。これがファイナルラウンド、打ち分けてくる左右、そして上下、危ないです、危ないです、危ないです。これ山田さん、キックともらいすぎですね。そうですね、ちょっと動きが止まってますね。この状態で続けるのは良くないですね、キックタは。逆にソン・ケラン選手はしっかりもう一回足狙ってるんですけども、今度は足は気をつけないと。どうする？キックタはもう一つ動きが欲しいですね。1の動きは、ガードポジションからの動きが1で終わってしまってるんで、はい、2つ目3つ目って連続して攻撃できるといいんですけれども、ピケ顔が腫れてますね。そうですね、左目の下、ここでこれはブレイクブレイクですね、スタートに戻ります。そうですね、このように、はい、もらってますね、はい、顔面、まあ、右の目尻あるいは目の下あたりでしょうか、少し腫れが見られます。距離を渡しだときますよ。スタンドに戻ってどうする、ピクタは残り2分30秒タックルに行くのか、スタンドで戦うのか、対するソン・ケナンはどうする。そうですね、このままで前手ジャブを左側にもらってしまうのは危ないですね。そうするとどんどん左が腫れてる側にもらってしまうと、どんどん腫れてしまうと、だんだん視界が下がってしまうので、なるほど、相手も疲れてるぞ。ソン・ケナンはちょっともう余裕を持っての攻防というところでしょうか。これ高坂さん、キックタも、ね、はい、待ってるだけでは厳しいので仕掛けたいですよね。そうですね、タックルに行くんですけれども、その前に打撃を振って、それで相手のタックルの警戒心を薄くさせる形を取るといいと思うんですけれども、はい、掴みに行かないとダメですね、キックタ選手は。そうですね、
これ前に出ていく、しかしやっぱりそこがバックステップ踏んでいきます。ソン・ケルン選手もスタミナが回復されましたね。そうですね、残り1分20、残り1分20、19歳の年齢差、トキプタにとっては辛い戦い。 MMA はもう40戦以上を数えます。トキプタジャブついてこ、ジャブついてこ、親子ほど離れていると言っても過言ではないから彼の星です。残り時間1分、ラスト1分、時間が残り1分、これは菊田に残された60秒と言っていいでしょう。どうする、くっついていく、組んだ、いや押し込んでいくんですが、クラッチが取れているのでこのまま外掛け、あの菊田大内刈りが得意なんですけど、気をつけないといけないですよ、このボディ。これです。さあどうだ、柔道のバックボーンがある菊田、内側に倒したいですよね、今の外側からいけるか、押しが強いですね。残り30秒、ラストサービスだ、残り30秒、もうソン・ケナにとっては盤石の体勢なのか、肩パンチ、ここもプレッシャーをかけていく菊田の鼻からは鮮血が見えています。菊田さなえが非常に厳しい状況を追い込まれて、ラストラウンドもう残り10秒というところです。このまま中国の新生カンフーチャンピオンに飲み込まれてしまうのか、リビングレジェンド菊田、あー苦しい展開、時間がないファイナルラウンド、ここで試合終了です。これより判定に移ります。これより判定に移ります。一本決着はならなかったものの、ソン・ケナンは試合終了と同時に喜びのアクションを見せました。山田さん、はい、まあ、まさかといってはとても失礼なんですが、です、ね、日本では全く無名の選手が、そうです、ね、ビッグネーム相手にものすごい戦いを見せました。そうですね、冷静でしたね。タックルを切る、逆に投げてしまうというような展開でした ね。さあそして今回リポーターで参加していただいているフランクドラゴン鈴木拓さん、はい、ちょっと衝撃的でしたね。そうですね、衝撃でしたね。いやソン・ケナン選手本当に投げられないと腰が強くて驚いてます。はい、ごめん。ジャッジ19対18青ソン、ジャッジは20対18青ソン、ジャッジタイラー20対18青ソン、以上3対0をもちまして勝者青コーナーソン・ケナー。お聞きいただいた通り判定3対0、もう高坂さん、はい、正直言ってソン・ケナーの圧勝と、そうですね、いう形になりました。そして次の戦いも楽しみな選手ですね、可能性を感じます。大坂さんからご覧になって、このソン・ケナン、はい、一番何が優れていたんでしょう。あのまず下半身の安定と、それから相手の動きを読む力ですね。山田さん、はい、本当に、ね、カザフスタン勢もそうですけど、はい、中国勢も恐ろしい選手いっぱいいますね。出てきますね。何しろ中国はあの少林寺が、ね、発祥の地ですから、はい、これから怖い選手いっぱい出てくると思います。さらに日本にとって脅威になりそうです。第9試合スーパーウルター級の戦いは中国のソン・ケナンが日本の菊田早苗を判定3対0で下しています。